MG, MGB, MGB, MGB MG は、イギリスのスポーツカーブランドである MG の主要車種の一つで、1962年の発表から1980年の製造終了までに、全世界においてシリーズ全体で実に52万台以上も、生、販売された、にドアオープンカーの代名詞存在である。ここでは、同モデルに屋根を取り付けたクーペ型の、 MGBGT やエンジンが異なる MGC、MGBGTV8 等についても言及する。MGB は1962年に MG ブランドにおける主力車種として発売された2座席にドアオープン型のスポーツカーである。前身モデルたるエンゲは8年間で10万台以上が生産された人気車であったが、MGB はその後継車種として開発され、エンジンや 足回り等の基本設計の一部をエンゲから引き継いで設計されたが、ボディがラダーフレーム式からモノコック式に根本的に改められたほか、多くの部分で改良が進み、より近代的で高性能な車として開発された。MGB が1962年に発売されると、軽量な車体がもたらす軽快なハンドリング特性や、比較的高い信頼性、単純な機構による、 維持のしやすさ等から芝叩く間に人気を博し、結局1980年までの19年間の長きにわたり、シリーズ全体で52万台以上も製造、販売される大ヒット作となった。現在では2ドアオープンスポーツカーの代表車種、及びクラシックカーの入門車種として認知されている。基本構造は、ソフトトップを備えたオープン型のモノコックボディに、 1.8リットルの直列4気筒エンジンを搭載し、4足マニュアルトランスミッションで後輪を駆動するというもの。モデルライフの途中には、イタリアの代表的カロッツエリアであるピニンファリーナのデザインによる屋根をつけた2ドアハッチバッククーペ型のボディも設定され、GT という名称が与えられた。これに対しオープン版は英国では、ツアラー、またはロードスターと称される。また、 搭載エンジンは直列4気筒だけでなく、モデルライフ途中には直列6気筒も設定され、これには MGC という別の車種名が与えられた。また、V 型8気筒が GT ボディにのみ設定され、これは MGBGTV8 と称された。前述の通り、オープン型ボディに1.8リットル直列4気筒エンジンを搭載したものが、 基本モデルであるが、それ以外にモデルライフ途中にはボディ違いエンジン違いで複数のバージョンが追加された。整理すると、ボディバリエーションは以下の2種類、エンジンバリエーションは以下の3種類、通常の欧米メーカーの車と同様、イヤーモデル製として毎年改良が行われ、細かな仕様変更が積み重ねられていった。実際には年の中期でも不定期に順次改良が、 行われた。比較的大規模にわたる仕様変更をまとめて実施するタイミング、いわゆるマイナーチェンジでは、識別のために故障として、マークナンバーが付与されていった。具体的には1967年には、マーク E、マーク2に、1969年には、マーク E、マーク3に発展した。さらに1974年になると、 アメリカ合衆国の衝突安全関連の法令を満たすため、前後に衝撃吸収機能を有し、内部に中鉄製のフレームが入っているポリウレタン樹脂製バンパーを装着する等、外観を中心として大幅な仕様変更が施された通称ラバーバンパーモデル、またはウレタンバンパーモデル。なおこのマークナンバーによる区分は英国本国においては メーカー自身は公には使用しておらず、現在は、通説としていくつかの区分法が存在している。本項目においては、形式が変更されていった時点を、マークナンバーの区分と捉え、形式の GHN3、GHN4、GHN5 それぞれマークキー、マーク I、マーク E と捉えている。なお、マーク E 以降の呼び名にマークナンバーを用いない、資料や、逆に、 ラバーバンパーモデルまでマークナンバーを当ててマーク4、マーク4とする資料もある。また、メーカーより GT モデルが発売される前にベルギーのコーチビルダーの手によりクーペボディへ改造した MGB カウン・バーリネットも登場したが現存する車両は極めて少ない。また4気筒エンジンの MGB に MGBGTV8 用の V8 エンジンを搭載する改造も ツアラー、GT とも積極的に行われており、現在でもイギリスの愛好家クラブであるマゴークなどでは改造に必要なボディパネルや部品類を販売している。この車両は日本にも極めて少数ながら輸入されている。さらに MGBGTV8 用のエンジン以外にも、ホード製やビュイック製等の V8 エンジンに換装する改造も欧米の一部では盛んに行われていい。 また、1992年10月には、ローバー社からオープン2シーターの MGRV8 が発表されたが、モノコックボディとボディパネルの大部分は、この MGB のものを流用して作られており、またエンジンについても MGBGTV8 に搭載されたものをベースとしていた。詳細は、MGRV8 を参照。前日の通り、主力モデルである MGB は、 1.8リットル直列4気筒オフの BMCB タイプエンジン、およそ90から95馬力をフロントに搭載し、4速のマニュアルトランスミッションを開始、リジットアクセルの後輪を駆動する設計とされた。これを軸に、クーペ型ボディを持つ GT、さらにエンジン違いの MGC イコール3リットルの直列6気筒、MGBGTV8。 3.5リットルの V 型8、気筒という構成となっている。全身モデルであるエンゲの構造をもとに開発が始まったが、ボディ全体は独自設計のスチール製モノコックに改められ、ラダーフレームを持つエンゲとは根本的に異なる構造となった。このモノコックボディに親会社、BMC が保有する他ブランド用の既存部品を組み合わせ、開発。 生産コストを抑える設計とされた。結果的に、演技と比べると構成が著しく向上したおかげで、運動性能が向上し、また同時に、室内空間が前後左右上下とも拡大し、特に足元の拡大が顕著、快適性も向上した。外観は、現代の目から見れば、クラシックカーの面向きを持つデザインであるが、発表当時、その流れるようなボディラインは斬新で、 前衛的な車として受け止められていた。初期モデルではアルミ製のボンネットを採用し車体の軽量化に寄与していたが、後にコストの関係からスチール製に改められた。なお、現代車のモノコックボディの多くはサスペンションがボディに近づきにされているが、MGB ではフロントサスペンション取り付け用のクロスメンバー、サブフレームが設置されており、これには ステアリングラック等も取り付けられている。オープンモデルのホロは発売当初、取り外しができる組み立て式のパックアウェイと呼ばれるものが標準装着品でオプションで車体に固定される形式が用意されたが、後にその固定式が標準装着品となった。取り外し式と固定式とでは、ホロとホロ骨のセットであれば互換性があり、 最終モデルにも組み立て式ホロの装備が可能である。また、純正オプションとして、FRP とアクリルガラスでできた脱着式屋根、ハードトップも用意された。これは固定式ホロであれば畳んだまま装着が可能である。GT モデルのデザインは、ウィンドウの下い位置から、下側はツアラーモデルと、ほとんど同一である。ただしリアゲートを開けると前方は、 客室と通じており、その関係で、ツアラーにある客室と過室の仕切り板に相当する部分が取り払われている。また GT モデルは、室内の上下方向の空間を稼ぐために、ツアラーよりも天井が高くなっており、フロント及びサイドのウィンドウ面積も上下方向に拡大して、専用部品となっている。1.8リットルの直列4気筒が基本となるが、前述の通り、 MGC には3リットルの直列6気筒、MGBGTV8 には3.5リットルの V 型、8気筒が搭載された。それぞれの詳細は、以下の通り。フロア式4速マニュアルが標準で、2から4速は、シンクロメッシュ機構が装備されている。1967年10月以降のモデルは1速も、シンクロメッシュ機構を装備した。リバース、交代ギアには、 シンクロ機構は備えない。後にこの機械的な4速ミッションに油圧作動式の外部オーバードライブがオプション設定。1975年から本国仕様には標準装備化され、ミッション本体とプロペラシャフトの間に装着された。オーバードライブとはエンジン回転数よりもプロペラシャフトの回転数の型が早まることであり、結果として 高速走行でも低いエンジン回転数で走行することが可能となる快適装備である。3速、または4速で走行時にスイッチを入れて使用することで実質6速の役割を果たす。1977年2月以降の北米使用は4速にのみ作動し実質5速の役割を果たすように変更された。このオーバードライブ装置の作動原理はまず室内にあるスイッチ。 前期モデルでは、インパネ端の上下トグルスイッチ、後期モデルでは、ごく短期間のみ、ワイパーアーレバー組み込みの前後作動スイッチ、その後、シフトノブ頭頂部前後、スライドスイッチを入れることで、ソレノイドバルブを作動させ、トランスミッションに内蔵された、プランジャーポンプで発生されている油圧を作動、ピスンに与える。そしてその油圧により、環状ギアと共に回転していた円錐クラッチが外れ、 オーバードライブ本体に取り付けられたブレーキリングを押し付ける。すると、インプットシャフトに結合している優勢ギアが環状ギアを回転させ、環状ギアに結合しているアウトプットシャフトがインプットシャフトよりも速い速度で回転するというもので、一般的なオートマチックトランスミッションと同様、クラッチペダルを踏まなくても変速が可能である。ただし機構をいたわる観点からは、 クラッチペダルを踏んでの変速が望ましい。MGB の欠点の一つとして、このオーバードライブ機構の故障が挙げられる下段構造上留意すべき点、ウィークポイントの項を参照。一方、1967年後半には、トルクコンバータ式3足オートマチックトランスミッションもラインナップに加わったが、1973年8月までに最終的に、 MGB1700 台余り、MGC1300 台余りの合計3000台程度が出荷されたに過ぎなかった MGBGTV8 には設定なし。日本では数台の存在が確認されている。フロントは左右独立喧嘩の上下不ル場 w イッシュボーン、コイルスプリング式であり、サスペンション全体が車体から 取り外し可能なサブフレームに取り付けられている。スプリングは、下側がロアアームに挟まれたプレートに、上側がサブフレームのくぼみにそれぞれ収まっている。なお、このサスペンションの特徴として、短い方のアッパーアームが、レバー式ショックアブソーバーの作動アームを兼ねている。一方リアは、開発過程では、ストラット式の左右独立喧嘩方式も検討されたが、結局は、 ハンダエンリーフ式によるリジットアクスルとされた。フロントリアともに装着されているダンパーはアームストロング製の複動式はツレバーダンパーである下段構造上留意すべき点、ウィークポイントの項を参照。スタビライザー、アンチスウェーバーは当初前輪用がツアラーにはオプションで GT には市場投入当初から標準装備とされていたが、1966年11月より、 ツアラーも標準装備化され、また衝撃吸収バンパーの装着に伴う車重の増加と車高の増加による旋回性能の低下を補うべく、1976年6月より強度を上げて前後に標準装備化された。なお、MGC のフロントサスペンション形式はエンジン搭載スペースの関係からトーションバー方式が採用されており、15インチのタイヤと 相まって MGB より車高が上がっている。フロントサスペンション形式以外は MGB に準ずる。前輪がソリッドディスクを持つディスク式、後輪が駐車ブレーキを内蔵したドラム式で1974年後期モデルからは倍力装置が標準装備され、さらに1976年モデルからはマスターシリンダーがそれでの単一回路式から、 タンデム式に改められた。なお、MGBGTV8 には、大出力に耐えるべく、厚みを増した、フロントディスクと若干大面積のブレーキパッドが、標準装着されている。MG ブランドの人気車種として20年近くにわたり、生産され続けたモデルであったが、MG ブランドを有する、親会社たる生産会社自体は、以下のように幾度も変遷している。なお、 生産は、イギリスのアビンドン工場にて行われ、北米や西側ヨーロッパ諸国、日本、オーストラリア、ニュージーランドなどに輸出された。ただし一部では、現地ノックダウン生産、オーストラリア等も行われ、およそ1万台が生産された。MGB シリーズ全体の生産台数の内訳は、以下の通り。単位は題。1、MGB ロードスター。 および GT のモデル別生産台数 MGC および MGBGTV8 は含まれていないに MGC および MGBGTV8 の生産台数第二次世界大戦後イギリスに駐留したアメリカ合衆国軍兵士は小型で軽量な MG をはじめとするスポーツカーに魅了されていたまたイギリスの自動車産業は疲弊した国内向けだけではなく 戦火に合わなかったアメリカ合衆国を中心とした北米マーケットへの輸出を増やす必要に迫られた。MG ブランドを参加に持つ企業体がフィールドオーガニゼーションは戦後最初のモデルで多数の輸出実績を残した MGTC1945 年に続く TD1950 年及び TF1953 年において 北向け左ハンドル仕様の存在を前提とした設計を行った。そして、1952年のナフフィールド、オーガニゼーションとオースティンモーターカンパニーが合併し、誕生した BMC において、MG 部門は1955年、流霊なボディをラダーフレームの上に仮装したンゲを繰り出した。オープンモデルとクーペモデル。 DOHC エンジン搭載モデル合わせて10万台余りを生産、ほぼ半数を北米に輸出した。1950年代後半になると、エンゲの後継モデルの開発がスタートし、1962年前半には後継モデルの試作先行生産が行われた。そして同年9月、MGB が正式に発売されたのだが、量産第一号車は、 アメリカ合衆国向けの左ハンドルモデルであるように、当初から北米マーケットを重視した設計を行っており、総計52万台の生産台数のうち3分の2が北米へ輸出された。1960年代中の北米マーケットでは、MGB に限らず、イギリス車は好調に販売され続けた。九百七十年代以降は、北米マーケットでの日本製スポーツカーフェアレディゼットや、 欧州製スポーツカーとの競合に悩まされた。また、北米のマスキー法と呼ばれる排気ガス規制による燃料供給系統の設計変更でのエンジン出力の低下と1974年の衝突安全基準の規制による大型の衝撃吸収バンパー、通称ラバーバンパーの装備などによる重量増加と外観デザインの変更によりスポーツカーとしての魅力を失ったとされる。 時代の数勢は、オープンカーよりも快適なクーペや GT カーを求めるとともに、安全面でもオープンカーは不利であった。1980年1月、当時の生産会社の BL 首脳陣は、北米市場での販売の低迷を主たる理由として、1980年10月をもって MGB の生産を中止、MG そのものの歴史の終焉を意味するアビンドン工場の閉鎖を決定した。 数々の反対運動も盛んに行われたが、結局は1980年10月22日をもって MGB の生産は終了、直後にアビンドン工場は閉鎖となった。MGB の歴史は北米での各種規制とオイルショックとの戦いでもあり、またコストダウンとの戦いでもあった。 初期モデルにおけるアルミ系合金製エンジンフードやスチール外部パネルの接合面ハンダ処理、インテリアにおけるレザーシート、メッキ部品などは後期モデルではなくなってしまうが、その代わりに衝撃吸収型ステアリングコラムの採用をはじめとする安全装備の充実などが図られている。MG は創業のそもそもがレース活動と関わりがあるように、 MGB においても多くの戦歴を残している。1960年代前半には、改良型ボディでのルマン24時間耐久レースへの参戦、競技専用モデルの MGC GTS で、セブリング12時間などのサーキットレース、モンテカルロラリーなどのラリー競技にも親会社、BMC のワークス活動の一環として活躍した。これらレースでハンドルを握ったのは、ラリードライバーとして、 世界的に有名なパディホップク、パディホップカークである。プロレースの他に、プライベートチームでのトライアル競技への参加や、イギリスの MG オーナー団体である及びマゴークでの模擬レースへの参戦は、現代でも盛んに行われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。